日は何の日、今日は何の日、今日は何の日、今日は何の日。ヤッホー、アロハー。お腹すった。なになに？え、なに今の声。なに、どっから？お腹減ったって言ってた？ちょ、なになに？机、ヤシの実から？お腹すった、食べ物ない。食べ物？食べ物どこかな。とりあえず何もないから風船で作ってみようかな。でもこんな色しかないの。水色とか白とか黒しかないんだけど、どうしようかな。うわーびっくりした。ねえ、なんか出てきたよ今。どうすんのこれ。そうだ、あれ持ってきた。あれあった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 。これね、これこれで、よっこいせっと、よいしょー。捕まえ物、捕まえ物、はい、来たー。はい、捕まったよ。よし、捕まえた。食べ物、食べ物ね。騒いでたのは君だね。そう、今日はリロ&スティッチのスティッチの日。公開されたのは2002年の6月の21日ですね。アメリカで公開されたのが最初なんですけど、今日は6月の26日。スティッチがね、もともとエイリアンとして、呼ばれた番号626番にちなんで、今日はスティッチの日となっています。まあ、ディズニーの中でもとっても人気のあるキャラクターなので、どんなストーリーかなーって見たことない人はちょっとね、難しいかもしれないんですけど、まあ、このキャラクター自体がね、もともとエイリアンという形で、地球にね、墜落してくるんですけども、とっても凶暴なエイリアンで、地球に来た時に、犬としてね、主人公リロのところに来るんですね。まあ、リロ自体は両親を亡くしてしまってね、かなり心が傷ついていて、複雑な状態で結構暴れたりしていて、まあ、お姉さんのナニーと一緒に暮らしていくんだけど、ナニー自体は、まあ、すごく若くして、リロを育てることになるし、リロはとっても今暴れん坊だし、なんかその中でね、自分の好きなサーフィンを諦めたりとか、好きと男性からアプローチされても恋愛の方に振り向けなかったりとか、いろんな葛藤しながら、家族、お花っていう言葉って出てくるんですけど、まあ、家族としての、絆を深めていくっていう形になったりとか、スティッチ自体が、リロの家族にこう囲まれて、自分は何なんだろうとか、優しさを取り戻したり、家族との絆っていうのに、こう反応していって、どんどんこう温かい物語に進んでいくって形になります。よかったらぜひ見てみてくださいね。